さて、日本で生活する外国人が増える中、行政の窓口などでの対応にも配慮が求められています。高松市の職員を対象に、私たち日本人でも戸惑うことのある、いわゆるお役所言葉ではなく優しい日本語でという研修会が開かれました。無料相談の無料、簡単な言葉で言い換えていただいたらどうでしょう。お金はいりませんって言えばもうそれでいいんです。普段より優しい日本語で、高松市の職員を対象とした研修会です。行政の手続きについて外国人にどう説明すれば伝わるのか、窓口などでも分かりやすいコミュニケーションが求められています。漢字を並べて話すことっていうのが多いので、日本人相手でもやっぱり理解していただけないことっていうのはたまにあるので、そういう意味では外国人の方ってより難しいのかなと。行政の手続きってやっぱすごく難しいと思うんですよね。行政の担当者や政治家が使うことが多い、いわゆるお役所言葉。それは肯定も否定もしないということだと認識をしております。日本人でもその意味がすぐに理解できないこともあります。101番地、地、地か、地、地、合ってる。そんな難しい言葉を使わずに、留学生を相手に引っ越しの手続きについて説明するワークショップも開かれました。普段より優しい日本語を意識すればするほど戸惑ってしまうことも。家に家変わられる、変わる。まるです。家は高松市、高松市。じゃあ高松市から、どうしようかな。優しいです。だから分かります。分かりました。専門的な言葉は使えないんで、はい、なんか言い回してやってます。ちょっと片言になってます。すみません。なかなか難しいです。香川県で生活する外国人は1万4000人以上と、20年間でおよそ2倍に。コミュニケーションの行き違いからトラブルにならないためにも、お役所言葉ではない歩み寄りが必要です。マニュアル的なところで言えば相手は理解できるというものではないので、やはりちょっと相手に配慮した優しい日本語っていうところがやはり必要とされているのかなというふうには思っています。文化の違いがある中でのコミュニケーション、外国人が増える今だからこそ優しい日本語が求められています。